能登半島地震で損傷した金沢城公園の石垣について、県は復旧には少なくとも15年程度かかるという見通しを明らかにしました。県によりますと、1月の地震で金沢城公園の石垣28箇所で被害を確認していて、このうち5箇所では崩落が起きています。今日開かれた県議会の一般質問で、復旧までの期間を正された長谷知事は、すでに専門家会議を立ち上げ、復旧策の検討を進めているとした上で、東日本大震災での事例を踏まえて、次のように述べました。石垣の文化財としての価値の保全と、地震に対する強度の確保、この両立を図る復旧方法を検討していく必要があります。石垣全体の復旧には少なくとも15年程度かかるのではないかと考えています。今月から順次被害現場の整備を始め、夏頃には崩落した石垣を取り除く予定だということです。また県は国の特別交付税520億円などを財源に、およそ540億円で地震の復興基金を創設することとしていて、今日の議会で補正予算案が追加提出されました。